ジなんかいける気がする。はい、いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけれども、YouTube の機能で、プレミア配信というものが、追加されまして、ちょっと試してみたく、動画にさせていただきます。でただ、動画にするネタというものが特にないので、いつも遊んでるガンバライジングの、全国対戦動画、こちらを使って、こちらの配信を行っていきたいと思いますので、よろしければ、ご視聴いただければと思います。で、全国対戦なんですけれども、なかなか最近勝てなくて、特に、15倍の方とか同格ぐらいの方になると、もうかなり、劣勢といいますか、ほぼ負け続けになっております。ちょっと前にコストリミットマッチというものがあったんですけども、その時はまだ良かったんですけども、その後ですね、通常の全国対戦に戻ってからはほとんど、同格ぐらいの人にはもう負けっぱなしとなっている次第でございます。なので今回の試合もちょっと期待せずに、のんびり、ご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いします。では、今回の対戦なんですけれども、私のチーム、こちらとなっております。レジェンドレアの、チェイサーマッハ、そしてガンバレジェンドレアのクーガー、そして、レジェンドレアの、クローズマッハ、こちらの3体で挑んでおります。フィニッシャーがね、2人いる時点で結構、封印とかが怖いチームとなるんですけれども、クローズマッハ好きなのでこちら使わせていただいております。そして相手の方は、ガンバレジェンドレアが2枚、ディケイドとクーガー、そして、レジェンドレアのクーガー、チェイサーマッハという、ね、結構こちらもよく見るかなり、えげつないチームとなっております。まあ、勝てればいいんですがというところで、まあ、で、ライダーシンボル選びます。こちらは、キードラ、そして相手の方もキードラときましたね。でラウンド1、まずディケイドの、封印が効いているので、こちらアビリティ発動は、一つもなしで、あちらの方は相手方の方はディケイドの、プラス AP プラス30ですね、が効いているので、うまくいけばここで勝ちたいところですが、どうでしょう。こちらトリプルで、290か、で相手の方がアイコンバラバラで、230、なんとか勝てました。でまずはこちらの攻撃ですね。ただテクニカルゲージがお互いこのチームだと一切伸びないので、ここが勝ちたいところですが、どうなるかというところですね。やっぱなんだかんだ言って、ちょっと横道取れちゃいますけれども、クーガー、そしてディケイド、こちらよく見かけますね。値段が安い割には、結構見かけるので、今後もこのままいくのか、2段でさらに面白いカードが出るのか、どうなるかというところですね。ちょっと楽しみです。で、テクニカルゲージ1発目から負けてしまったので、相手に身代わり発生、そしてこちらは、クローズマグマの必殺技を打ちます。でダメージ的にはそこそこ与えて、まあ、とりあえず1万は切れたのでよしとします。でラウンド2ですね。でここからはアビリティ発動しまくるので、できればここのアタックも勝ちたいところなんですが、まずはキードラお互い発動します。まずは、クローズマグマですね。ここでパンチ、一番低いところですね、60でチェイサーマッハ、ここで激烈、そしてこちらクーガの方も激烈という形で、で相手の方はアイコンバラバラなので、なんとか、スロットがこちら、ダブルだったので、なんとか、競り勝ちました。まずはこちらの攻撃です。このままいけばね、ちょっと15倍でも勝てるんじゃないかなっていう見込みが出てくるんですけれども、ここで嫌な通信中が入って、相手のカウンターです。もう正直ね、クーガの、アビリティでカウンター発生率ダウンがあるので、まさかここでカウンターが来るとは正直ちょっと思わなかったんですけれども、もうしょうがない。でバーストもしっかり溜まっているので、ここでテクゲでさらに返せればというところなんですけれども、テクニカルゲージはお互い並びました。まずこちらはパーフェクト、相手の方は、はい、こちらもパーフェクト、まず引き上げですね。で2つ目、そしてまずこちらパーフェクトで、相手の方はまたパーフェクトですね。で3回目、こちらはパーフェクト、ここで外してほしいところですが、相手もパーフェクト。4回目です。ここでこちら
パーフェクト、そして相手の方もはいパーフェクト、そして防御ブレイクとなります。で、ね、テクゲ前のカウンターでこうなってしまうともうちょっと目も当てられない感じですね。で相手バーストが溜まっておりますので、何をバーストしてくるか、まあ、普通だったらチェイサーマッハなんですが、まあまあそうですね、チェイサーマッハ来ました。で相手の効果で、まあ、次のラウンド、ブレイカーなのでアビリティ封印されるという状態になります。せめてねここで、身代わりがポンと出てくれればいいんですが、テクニカルゲージ自体は、勝ってはいないのでどうなるかというところですね。個人的には出てほしいんですが出ず、ここで身代わり出ずで、直撃してしまいます。まあ、チェイサーマーハなので6000はいかないでしょうけども、5000ぐらいのダメージ、このまま食らってしまうので、はい、5300でね、アタックポイント負けてはないんですけれども、必殺技一発食らっただけでここまで減らされてしまうと次クーがめくられたらもう終わりですからね。なんとかこのアタックも取って次につなげたいところですが、あとはねライダータイムこちらあるのでここで止めれればと思ったんですけれども、残念ながら、クロズマグマパンチで相手の方をここでパッと見たら向こうがライダータイム成立しておりますので、こちらはもうがっかりといったところですね。もうこうなってしまうともうテクゲー AP 関係なくあちらの方の必殺技の発動になってしまうので、で相手アイコンバラバラだったんですけれども、ここで、ライダータイム成立でさらに、RP が、10でこちらの体力が5592なのでバーストはたまらずなのでチェイサーマッハいきますね。ここでチェイサーマッハで打ち抜かれるかどうかというところなんですけれども、身代わり出なかったのでかなり怪しいところです。さあダメージがどう出るか、せめてねちょっと身代わりとか出てくれればいいんですよかったんですけども、でチェイサーマッハのダメージがここで5600を超えたので、はい、こちら体力ゼロになってしまいました。でさらにガッツがなしというところで、試合終了となりました。いやーこうなるとねあの場面でライダータイムやっぱり出てきてほしいなっていうところがあったんですけども、あそこの辺はねもういかんせんもう運というかもうなんともいないですね。もう最近こんなのばっかりなのでちょっとライダータイム自体がちょっと嫌になって行き始めてはいるんですけれども、うまい時はねもうこちらでボン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 来てくれるんで、まあなんともいない、うまく使うしかないといったところなんですが、結果は、今回負けてしまいました。まあねちょっとこのチーム自体もクローズマグマそしてクーガ自体、タイプがまずフィニッシャーなのでちょっとそこを改善しなくちゃいけないのかなと思うところと、まあ、好きで使ってるっていうのはあるんですけれども、もうちょっと違う形にしていかないと、まあ、今後勝ちにつなげられないなと思うところと、あとはね、クーガディケードが安いので皆さんバンバン使ってます。なので、それに対抗できるねチーム、構築して、全国対戦いかないとちょっと厳しいなと感じた試合でした。大変ありがとうございます。で、まあ、今後もとりあえずはねちょっと最近雑談になってしまうんですけれども、最近、ガンバライジング動画上げる方がねどんどん少なくなってきた気がします。まあ、できればね、ブログでもいいでしょうし YouTube でもいいでしょうし、どん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 ね、ガンバライジングみんなでプレイしていただいて、どんどんガンバライジング、人口を上げていきたいなと思うところなんですが、どん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 皆さん撤退してしまっていて、ちょっとがっかりではないですけどもね、ちょっとなんかなと思うところもあり、できればねどんどんみんなで盛り上げていって動画撮って対戦して盛り上げていければなと思うんですけれども、私もね、まあ、とりあえず続けるしかできないと思いますので、まあ、今後も全国対戦そして、ライドウォッチこちらの効果ですとかですね演出、皆さんにどんどん続けて見せていければなと思っておりますので、よろしければ今後もご視聴いただければと思います。では、長くなってしまいまして申し訳ございません。まあ、ガンバライジング全国対戦動画ちょっと試し撮りというところであるんですが、ご視聴、どうでしたでしょうか。よろしければね、感想ですとか
今後こういった配信の方がいいとか、なんか意見があれば、コメント欄なのでいろいろ期待いただければ、助かりますのでよろしくお願いします。では、ガンバライジング全国対戦動画となりました、ご視聴ありがとうございます。